神獣儀礼の様子。神獣儀礼とは、君臣の秩序を確認、披露し、また、それを促す行事や作法を指す。西洋での神獣儀礼については、神獣礼とも言う。フランス語発音をカタカナ表記し、オマージュとも呼ばれる。神獣とは、神家として君主に従うこと、君を先として、神を後とすることを意味し、その君臣関係を確認する行事を、神獣儀礼と言う。 元会議令はその典型である。これは元旦に行う、朝会議令で朝廷の苦行百官が散大し、宮殿の前提で皇帝の拝謁を受けるものである。この議令では、ふぶせ、京、木あるいは栽配、舞踏などの所作が行われ、通送したり、天井では剣を解き、服を脱ぐなどのことも行われた。こうした中国特有の議令は、朝廷外交などを通じて、 近隣諸国にも伝播し、日本などでも中国の儀礼を取り入れながら独自の君神儀礼が発達した。西洋でも東洋と異なった神獣儀礼が存在した。西洋の貴族、領主層の支配を支えていたのは騎士などとの封建性に基づく主従関係であり、その頂点に国王が君臨していた。西洋式の儀礼としては、 真珠の誓いと誠実の誓いの2種類がある。ひざまずいて、両手の両手の間に、自らの両手を置き誓いの言葉を述べたり、聖書に手を置き、誠意物に手を当てて仕組みへの誠実を誓うことで行われた。ありがとうございます。